まあこちらなんですけども今ご紹介したのがこの基本月額がですね28万以下で,でかつ総報酬月額が47万以下のケースに丸の1を使うってことが書いてますでまあ過去の出題例はほとんど丸の1 9 9パのセント丸のケースなんでまあこのいわゆる異界化のケースってことになるわけですねえ異界化のケース、えー、であのでなんか 完全社老師合格コースの石戸講師が「イカイカタコタコじゃないですよ」みたいなギャグを飛ばしたっていうのをちょっと伝えきれてるんですけどそれはいいんですまあいでまあイカイカですねイカイカって言い始めたのは私ですでタコタコって言い始めたのは石戸講師なんですけどまあそれはいいんですがまあいうことでイカイカのケースっていうですねえことで見ておいてくださいでまあほとんどあイカイカのケースなんですがそのどっちかがイカじゃなくなるつまり超える場合ですね えっていうのが234のケースです。で、丸の一番のケースは、基本月額が28万以下。で、総報酬月額相当額が、支給停止調整変更額。まあ、これは47万円なんですけども、えー、47万円以下である、えー、場合に、えー、この丸の一番っていうことになります。で、この支給停止調整変更額っていうのは、あのー、まあ、二段ロケットの二段目みたいなイメージなんですね。で、あの、まず、在路を適用するとき、 あのこの基準を超えると、財料を適用しますせっていうのが、支給定止調整開始額なんですよ、まあ、これが1段目のロケットということに、えー、なるわけですね。で、さらに、あの総報酬月額相当額がこれ、高いよという場合に関しては、えー、そのある一定金額以上は、その高い分ですね、えー、給料もらってる分、年金全額止めますよ。えー 給料もらってる分、その超える金額ですね。えー、その一定ラインを超える金額を2分の1止めるじゃなくて、全部止めちゃいますよっていう2段目のロケットが発射されるんですよ。で、その2段目のロケットに当たるのが、支、ま、給、あ、停止調整変更額って言、えー、うよと、えー、いうことに、えー、なっています。で、まあ、具体的な例で見ていくとですね、まず丸の2番なんです、あ丸の3番かな、えー、丸の3番の例なんですが、基本月額が支給停止調整開始額を超えているケース。 この基本月額が支給停止調整開始額28万円を超えている場合の計算式、まあ、どうなるかっていうことなんですね。で、その場合は、この原則の計算式のその基本月額のところが28万に置き換わって計算されるということになります。つまり、その年金額が28万円を超える場合に、 えー、関しては、まあ、それ以上は、材路の計算式上は反映させないよと、えー、上限28万とするよというです、ねえー、取り扱いです。基本月額が10万であればこ,こ10万なんですが、まあ、28万超える場合は28万。だ例えば30万であれば、えー、30万入れんじゃなくて28万っていうのを、えー、基本月額のところに入れるということになります。で、この基本月額が28万に置き換わると、28万引く28万で相殺されて、結果的に総報収月額相当額、 かけけるるる分のににななっていうです、ね、意味になるわけですまあそれが3番に書いてある総、えー、報集月額相当額、まあ、かける2分の1の部分ということで見ておいてください。ちょっと代入してみましょうか。<laughs> いいですかねここの基本月額が28万になるってことはこの基本計算式の28万と28万で打ち消し合って。 で、双方酬月額相当額かける二分の一っていうですね、まあ、計算式になるよっていうのが、えー、丸の三番の話っていうところで、えー、見ておいて、えー、ください。じゃあ、一旦これは消してと。で、続きましてですね、<laughs> えー、丸の二番のケースですね。えー、今度は基本月額が支給停止調整開始額以下であり、 かつ、総報酬月額相当額が支給停止調整変更額47万円を超える場合ってことで書いてます。この場合は、こちらですね、総報酬月額相当額が47万円を超える場合ですね。で、この場合においては、この総報酬月額相当額。 が47万円この基本計算式の双方終月額相当額多数基本月額の双方終月額相当額の部分が47万円に置き換わるということになります。まあ、つまり47万円を超える部分47万円までは 1> 1 2分の1を提出するなんですが47万円を超える部分はそうじゃないよという取り扱いするんですねで、その47万円を超える部分はどうするかっていうとそれは2分の1止めんじゃなくて、えー、全額止めちゃうよっていうですね取り扱いということになっています、えー、すなわちこの双方集月額相当額が47万円を超える場合はこの双方集月額相当額が47万円に置き換わってでこの 原則の計算式の後ろに追加の計算式総報酬月額相当額引く47万円、まあ、つまりその超える金額ですね、えー、その超える金額が全額停止されるっていうですね意味合いの計算式が入ってくるとそのかける2分のかかんないっていうことなんですね、えー、それが丸の2番基本月額が支給停止調整開始額以下でありかつ総報酬月額相当額は支給停止調整変更額を超える場合ですね、えー、になりますでその場合の計算式は支給停止調整変更 まあ、つまり47万円ですね。えー、47万円に置き換わる。えー、ここは47万円に置き換わって。 まあテキストですと、支給定調整変更額ですが、まあ、4は47万円ですね。テキストにも47って書いておいてください。で、47万円足す基本月額引く支給定調整変開始額ですね、28万円、でかける1 2分の1の後にプラスの計算式、えー、このプラスで総報酬月額相当額引く支給定調整変更額ですね、えー、の計算式がまあ追加で入ると、えー、いうことになります。まあ、それが、えー、丸の2番の、えー、ケースということで見ておいてください。 で最後が、丸の4番のケースは、これは声声のケースですね。声声。えだか花札みたいですけども、超え超みたいな、こいえみたいなですね、そんなようなえ感じです。で、丸の4番なんですが、基本月額が支給低調整開始額を超えてるってことで、これさっき丸の3番で見たらいいですね、基本月額が28万超えてるよという場合に関しては、その基本月額の部分が28万にまあ代入されると。 いう話をし、えー、しましたでそうするとこの28万と28万が打ち消し合う、えー、わけですね。でさらにまあ、超え超えですから、総報酬月額相当額は支給低少先行額を超える、えー、場合っていうことで、まあ、つまり総報酬月額相当額のところは47万円が、えー、代入されて、で総報酬引く47万円の、えー、計算が追加されるということで、まあ、結果的に、えー、47万×二分の一足す 総報酬月額相当額四47万というですねまあ計算になるということになります。 えー、47万ですね変更額ですね47万かける二分の一足す、えー、双方集月額相当額引く47万円ですねっていう、まあ、計算式が成り立ってくるということになります、まあ、以上が、えー、234の、えー、ケースっていうところで、えー、見ておいてくださいただまあ234知る上でも、まあ、結局丸の1いかにガチガチに固めとくかと、えー、いうことになりますで丸の1固めた上で、まあ、その上であのー 基本月額は28万円を超えると、もう計算式上反映されないっていうことと、あと、えー、総報酬月額相当額は47万円を超えると、2分の1停止から全額停止に切り替わるっていう考え方を頭に置いておけば、あのまあ、計算式自体どう忘れしても考え方からまあ導けなくもないというです、ねえー、ことになります。まあ、以上が、鍵の4番ですね、支給停止基準額ということで見ておいてください。